はい。おめでとうさんです。またまたね、正月からする話でもないんですけど、もしね、いらんでいる人は、切ってね、パシッ みたいな。目標ね、今年の目標ということで、私60ですね。今年ね、還暦いうことで、60にして立つっていうことで、なんか昔宣伝ありましたよ。なんとかで立つみたいな。ね、それは建築屋かなんかの宣伝やったんかな。不動産屋かな。なんかよう分からんすけど。まあ私はね、そういうことで まあ、ご承知の通り、息子はね、ずっともうこうやってお休みになったままなんで、なんとかね、復活できんかな、思ってね、蘇らすぞ、みたいなね。っていうことで、なんちゅうの、精のつくもん何かとかね、ちびっち調べてやってるんですけどね、まあ、真剣さが足りんやろね。思うばっかりでね。ほんで、まあ、去年にね、青い方の薬ね。まあ、有名なやつ。バーのやつね。バイアグラね。を、まあ、先生に処方してもらって、まあ、飲んだんですけど、まあ、効かへん。全く効けへんですね。見事に効けへん。てか、昔言うか、何年か前まではね、効いとったんですけど、今全く効きませんね。もうずっとこないしてありますわ。ほんで、なんちゅうの？多分同じし、ねえ、方もし見ておられたらわかると思うんですけど、これね、飲んだらね、副作用でね、顔のほてりとかね、目の充血、頭痛、動悸とかね、いろいろあるんですね。これ顔のほてりとかね、頭痛いのほんまあるんですよ。これほんま感じるんですけど、もうこんなん全くないしね。だからこう、飲んだ感も全然ダメなんですね。全然、飲んだ感も全然なくてね。っていう感じでね、もう、明らか重症やね。んで、ここの行ってる泌尿器科先生ね、優しいってね。どないしたらいい先生言うたら。いや、もうこんな街のクリニックやったらあかんで。ただ薬くれて終わりだけやから、みたいなね。いや、ほんまそうですね。今までね、幾度となくあれしてますけど、みんなそうですね。薬もらうために診察、儀式的に診察あってね。っていう話でね。もう、真剣にあれするんやったら、あれやで、大学病院行っといで、みたいな。大学病院、その真剣な顔して、そんな。でき、恥ずかしいしね。っていうかね。ほんまに。マナちゃん、高野山のどこ行ったらいいの？ 高野山のどこや？まあいいねんけど。あれね。あ、そうそう。で、何が言いたいってね。シアリスってあるんですよ。バイアグラと同じあれでね。こんな、シアリス。これね、サムネイル用でちょっと。サムネイル用で。サムアップすぎた。アップすぎた。アップすぎたかな。サムネイル用。3錠だけね、持ってきました。これなんと1錠。1錠2100円というね。ふざけとるでしょ。こんな。3錠で6300円。舐めとるでしょ。
ていうことでね、これでね、まあ私ね、真面目にやってへんからね、なんちゅうの、空腹の時に飲まなあかんとかね、お酒飲みすぎたあかんとかね、いろいろあるんですよ。けど私そんな気にせんとね、そんな、これやるぞ、ご飯も食べんと、飲んで時間見てて、そんなに要しませんね。だからやっぱ一ピッてこうやってね、食うて飲んで、で飲むでしょ。やったらあかんのですよ。ほんで、ちなみにね、このね、シアリスっていう、こいつはね、持続性があるんですよ。36時間とか言われてますね。そのバイアグラはね、4、5時間なんですよ。これ36時間で、ほんで、なんちゅうの、空腹時に別にね、飲まなくてもいいとかね。まあ、なかなかの優れもんらしいですわ。だからね、もうこれ、初めてなんですよ、私。今までね、いろんなとこで買ってますけどね、初めて飲みますんで、乞うご期待ということで、いや、別に期待せえへんっていう話でね。ほんまに。ちょっとね、真面目に言うかね、真面目にっていうかね、まあね、もう言うてる間に、マジ赤いようになるからね、こんなんね。もう、70超えたら普通に飽きませんやろ。だから、そうなるまでにね、ちょっと、死ぬまでに一回復活せえへんかな、思ってね。真面目に取り組まなあかんな、思ってね。思ってますね。他何やったかな、言おう思ってんのね。ああ、ねもええ、これね、ネットで調べたらね、安もいっぱい出てきますね。もうそれもおっさんなんて怖いしね。だからもうちゃんとした病院でね、処方してもうて。けど、こんなんあんまり売れへんかして先生えらい探してましたね。それはそれで怖いしね。いつのんやねんっていう話ですよ。一生懸命探してあった。動脈硬化は高血圧、糖尿病、脂質異常症ほか、ED とも関連が深いでね、私やんみたいな。私やんみたいな。ね。ということで、またね、結果報告ね、いらんと思うんですけど、一部いる人がいてると思うんでね、どうなったのかね、また結果発表したいと思いますんで。はい。まあ、こうやってね、真剣に悩、まあ、悩んでへんな。真剣に取り組んでへんな。まあ、それがあかんねんね。もう、そういう気にならんかな、もう。ならんね。ほんまにね。ほんまにならんな。っていうことでね、ほんまに、ちょっと、せっかくね、痩せたからね、痩せたからね、もしかしたら復活するかな思ってね、っていうことでね、盛大チーズ食べて、チーズちょっと最近食べてね、なんとなくですね、なんとなく効いてる感じがする。これね、ほんまにね、まだ同じような人と語ったことないからね。みんなそら、なんちゅう、もうあかんねんあかんねんって言うけどね、いや、全然あかんことないと思うんですよ。普通にやっとるからね。私らはできへんからね、ほんまに。っていうことでね。まあ、いつか。何正月から言うとんねん話でね。えらい、お付き合いありがとうございます。もし今後ね、興味のある方はね、また、おっさんとは復活したんかな思ってね、まあちょっと気にかけてもうたら、またその都度、報告させてもらいます。
ということで、はい、以上です。お正月から偉いです。こんな話で。はい、以上です。ほいなら、ほいちゃ。言い残すことなかったかな。なんかいっぱい書いたんだけどね。はい。あー、ええ先生やった、ほんまにね。優しい先生。あ、これ言おうもない。服用前に必ず注意しなさい。心臓病の人はね、飲んだらあかんで、みたいな。ね。書いたんだ。私心臓病やし、みたいな。っていうかね、これは先生に言うてますね。ちゃんと心臓のね。で、この時はこの薬飲んだらあかんっていうのをね、ちゃんと教えてもらってるんで。はい。ということで、なんか、毎度のまとまりがない話ですけど。まあ、ちょっと見てほしいことかな。おっさん。おっさんどうやねん、みたいなね。はい。ということで、ありがとうございます。以上です。失礼いたします。ほいなら。チャンネル登録お願いします。